さて今日は今年の花園開幕戦ということでスタジアムの周辺の様子を伝えてもらいましょう。 FC 大阪応援リポーターの石塚里奈さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。競技場のピッチ横にいる石塚里奈です。雨も降っていてね、天気どんよりしているんですけれども明るくお伝えしようと思います。さあ今日も FC 大阪の小谷さんに来ていただきました。お願いします。どうぞよろしくお願いします。元気にお届けしましょう、はいはい、雨には負けず元気にいきましょう、はい、さあ今回も会場の様子を、ね、お届けしようと思ったんですけれども、緊急事態宣言によって無観客の試合となってしまいました。いろんな企画をご用意していたと聞いていたんですが残念ですね。そうですね、残念ですね。本来であればこちらの芝生を使って試合前にサッカーの体験会をする予定でしたので、たくさんのお子さんに来ていただく予定してましたし、こちらの奥この広場がイベント広場として、キッチンカーとかはもちろんなんですけども、試合前にも楽しんでいただけるイベントっていうのを企画してましたので、ちょっとできなかったの残念なんですけども、次回の花園でリベンジしたいと思いますので楽しみにしてください。そうですね、次回は、ね、ぜひ、ね、来ていただきたいですね、はい、さあいつもだったら服部緑地で開催していると思うんですが、こちらの会場ならではの特徴ってありますか？はい、もう東大阪で、ね、ホームタウンでできるっていうのが大きいことではあるんですけども、何よりもこの近さですね。電車も近くてアクセスもいいんですけど、このピッチと観客席の近さ、これなかなかこの臨場感を持ってサッカー見れる環境って少ないので、これはぜひ皆さんにも体験していただきたいなと思います。そうなんです、ボールの蹴る音とかこんな大きいんだとか、選手の掛け声とかもなかなか聞けない声がね聞こえたりして、すごくレアなのでね、ぜひそちらも楽しんでいただきたいなと思います。そして今私たちが着ているこの水色のポンチョもね可愛いですね。ポンチョね、いいですよね。これ水色に綺麗に染まっているので、これグッズでも販売してますので、ぜひお買い求めいただいて、何回も使えますので、これを着てスタンドで応援してピッチをスタンドを、ね、水色に染めていけたらいいなと思います。今は、ね、タオルとか振り回すことができないので、ね、もうこれ着るだけで水色に染まれますので、ぜひ、ね、こちらも買っていただきたいなと思います。今回は、ね、無観客となってしまいましたが、次は花園開催でいろんな方に来ていただきたいと思いますので、ぜひ皆さん会場にお越しください。以上、中継先の石塚でした。 FC 大阪応援リポーター石塚里奈さんがスタジアムの様子を伝えてくれました。今回は無観客での開催となっていますが、緊急事態宣言が明ければぜひスタジアムでの生の試合観戦を楽しんでいただければと思います。